松本さんとか本当にだから最初から気がついてたのか、もしかしたらだからその TM ネットワークの小室哲哉さん、うん、あの人に全部教わったって言ってるから、うんうん、それビジネスところもそうだったんだけども、結局なんか洋楽のトレンドをやって、それが日本に持ってくると日本で流行るみたいな、うん、でも大体それって僕らがやらなくてもそうなんだよね。ずっともう本当に日本の歌謡曲の歴史っていうのは何十年もずっとそういう感じ、洋楽のなんかただそれがその洋楽の一部分だけが流行るだけだから、だからどこがどっかは本当にもう運次第なんで、未来を予想するっていうのかな、だから予想はしても意味なくてさ、なんかこうなったらいいなって思うぐらいがちょうどよくて、だって予想なんてしても絶対わかんないから、結局はだからやりたいことやるのが一番いいんだよね、うん、やりたいことやると結局休まないから、うんうんうん、すごい楽しいからさ、うんうん、一生懸命やるじゃん、そしてやっぱ仕事量全然変わってくる、うん、で試すこともいっぱいあるじゃん、やっぱりいっぱい試した方がいいっていうのは間違いないんで、うんうんうん、それは、うんうん、アウトプットの量はできる人だね、っていうか好きなことだったらいくらでもできるじゃん、うん、なんかずっとだって休みなかったけど楽しかったもん、うんうん、みんなそうだよって、売れる時って3年間休みなかったもん、 うん、1月1日ぐらいから休み、あとずっとクリスマスイブとかね、3年間ぐらいずっとね、あのスタジオで松本貴弘さんと一緒でしたよ、うん今年もクリスマス一緒だねとかって、そうだねとかって言って、2人ともなんか楽しそうなのね、なんかそのなんか仕事してる感が泊まり込みとかもあったんですか？泊まり込みはないね、意外とね、そんなね松本さんが無茶しないのよ、うん、だからそのまあ大体あの2時ぐらいから始めるんだけど、松本さんの場合はもう前の日に酒飲んでるからあんまり朝早くないのね、あの人で 2時って言って3時半ぐらいに来たりするんだけどまあ全然いいんだけど、最初の頃はね、途中からそうじゃなかったんだけども、たまになんか4時ぐらいまで頑張って僕やったりとかするわけよ。でそうすると、あ、ちょっとこれはやりすぎですとかって言われたことがある、まあ、こんなにやると続かないって言って、うん、本当にこのペースはちょっと今でいうサステナビリティってやつ、要は持続可能性みたいな感じ、やっぱりそういうのがね、まあでもあのすごい人たちってみんなそうじゃん、なんかこれいいアイデアがあってもこれがちゃんと続くか、だって続かないとだってさ、その時だけやってもなかなか効果って出なくてさ、ずっと続けることが大事だったりするじゃん、うん、ちゃんとそういう続くかどうか、なんか無理がないかっていうところは成功してる人ってみんな考えるよね、なんかやばい、全然考えてなかった意外とすっごい大事だよ、やっぱりその一回成功してっていうのかな、うん、最初から気がついててそんな多くないかもしれない、松本さんとか本当にだから最初から気がついてたのか、もしかしたらだからその TM ネットワークの小室哲哉さん、うん、あの人に全部教わったって言ってるから、うんうんうん、あの人は、あの松本さんはビーズが成功したのは小室さんの理論が正しかったことを証明したに過ぎないって言ってたから、飲んでた時にそれぐらいなんかも同じことをやったんだよっつって、うん、その小室さんが教えてくれたのかもしれないし、あとだからあの人はなんかあのお父さんは武田薬品の重役かなんかで結構すごい人なんだけども、うん、そのお父さんの弟さんってのがそのサラリーマンじゃなくてなんか実業家で、うん、その人が面白くてその人となんかよく飲みに連れてってもらったとかっつって、でその人にすごい影響を受けたとは言ってたね、だからそういう実業家の人とか、もしこの動画を気に入ってくれた方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。よろしくお願いします。